3つ目が、まあ、これが一番最も苦労したんですけど、もともとのトラックポイントっていうのはこのキーボードのモジュールプレートに下からこうやって貼り付けてるんですね。でここで強固に、固定することによって全体的に防水を持たせるんですが、今回薄くすることによって した際にですね、まずこのキーボードのプレートが相当ペラペラです。でペラペラのところにくっつけても合成感が出ませんので、逆にこの裏カバーがマグネシウム合金を採用してますので、そこに、固定感ということで全体的な合成を、得ることができる。でそのトラックポイントは実は低くすると仕様が変わるんですね。もともとはこういう高いものをこう操作して、こういう低いものを操作する形になりますので、いろんな、違う動きを始めます。で、ここの右上にちょっと出てますけども、いろんな形のキャップのデザインを用意しましてですね、でかつこのストレンゲージのセンシティビティを感度をいろいろ変えたりだとか、取り付け方をいろいろ変えたりとかいうことで、基本的にこのトラックポイントも通常の、ラップトップ PC のシンクパッドのトラックポイントと同じ品質を提供するというのが我々の最大の目標であり、今回それを達成することができています。